それでは次の単元、素因数分解に入ります。で、その前にこのテーマについて考えてみましょう。30を2つ以上の自然数の積で表してみましょうですって。で、例えばですが、30は 2×15、 このように表せられますね。他にもあるよ。どうかな、自分でも考えてみて。はい、言ってみな。そう、例えば 10×3、 このようにも分けられます。2個以上にも分けられるよね。そうだね。例えば1を入れて 1×2×15、 まあ2つ以上だから3つでもいいんで。で、あとはどうだろうな、この15さらに分けて 1×2×3×5、 このようにも分けられますね。で、ここで一つ用語の正解、紹介です。このように30を作ってる2、15。ここでは10、3。で、ここでも1、2、15。あとこの1、2、3、5。これらの数を、30を作ってる、元になってる数なので、これらの数を、ちっちゃいかな、大丈夫かな。これらの数を30の因数と言います。こう書いて因数。まずここまでいいかな。でも、ここまでやって、でもそうは表し方はいくらでもあるじゃん。で、特にまあ1を使っちゃえばさ、まあ、1×1× でたくさん入れて ×30 とかにも分けられるから、あんまりこれもこのままだったら有益ではないね。役に立つものではないね。そこで、ちょっと上消します。そこで、もう一つの要素を考えます。ここで出てくる言葉が素数。素数というのは1とその数自身しか約数のない数。その数の他に、ごめんなさい、その数の他に約数のない数、なるべく短くまとめよう、の他に約数がない数を素数と言います。例えば例としては、ちっちゃい順にいくと、まあ1は違うんだ。2っていうのは1と2しか約数がないよね。だから2は素数です。3もそうですね。1と3しか約数がないので3を素数で、4はダメですね。4は1と4の他に2も約数を持っているので4は素数ではありません。5はいいです。で、6もダメだね。6は1と6の他に2と3もあるので、6も素数ではない。で、7はいい。で、8はダメだね。2、4が8、2×とか4とか1と8以外もある。だからもう2以外の偶数はみんなダメなんだ。で、そんな感じで考えていって、もうちょっと出しましょう。9は3で割れるからダメ。で、10は偶数。で、11は大丈夫です。素数です。で、12は偶数だから抜いて、13も大丈夫です。1と13しか約数がない。で、14。で、15も最悪で割れる。で、16偶数。で、17も素数だし、18は偶数だからダメだね。2で割れる。で、19も素数。まあ、こんな感じで、あります。これが素数です。で、ここで、素数の因数のことを、先ほど見ましたね、因数。これもう一回消しますよ。素数の因数のことを
素数の因数だから言葉を合わせて素因数と言います。体とか振っといてもいいよ。覚えられそうな、覚え最初から覚えられにくかったら素因数という。いいかな。で、で、ここはね、あの教科書とかでもあまりピックアップされてないけど、これこそ大事だってことがあるので、ここでは紹介しておきますね。素因数って考え方を用いることによって、素因数を使って何がいいことあるかというと、星、すべての、自然数は、素因数の積で、ただ一通りに表される。だが人だってね、ただ一通りに一年これで、ね、ただ一通りに表されるってことが割と重要だな要素です。で、例えばので見ると、先ほど30ね、30いろんな表し方がありますよね。でも素因数で表すということを、素因数じゃなきゃダメっていう、素数の因数じゃなきゃいけないって言ったら、30は 2×3×5、 2×3×65、 これ以上に、これ以外の表し方はないです。これがこのただ一通りに表されるという意味です。で、他の例を見ていると、例えば8にしても、8は30からもう一回言うかな。30をさ、例えばこういう形にしたかったとするよね。30を分けたい。で、まず思いついたのが何でもいいけど、6×5 を思いついたとするよね。で、5は素数だけど、6は素数じゃないじゃん。まだ、約数持ってるじゃん。だから、さらに6を 2×3 に分けて、2×3×5。30イコール 2×3×5 って、こういうふうに素数の素因数でただ一通り表せる、られるってのはこういう。この例で例えば8。何が思いつく ?4×2? うん。で、2が素数だけど、4はまだ素数じゃないね。2×2 に分解できます。2×2×2。こういうふうに、これ以外の表し方はないですね。あと、もう一つぐらい、12。は、12は 4×3 で、で、4が、2×2 に分かれて 2×2×3、 こういうふうにただ一通りに表されるということです。で、これは一般的には、改めて書きますけど、30は 2×3×5 というふうな 素因数の積で表されます。で、8は2×2×2 だけど、こういう、時、普通、類似を使って表します。2の3乗というか、3回かけての2の3乗と表されます。で、12は、2が2つで3が1個だから、2の2乗かける3というふうに表されるね。このように、自然数を、素因数の積の形で表すことを、いい？この30を 2×3×5 と表したり、8を2の3乗と表したり、12を2の2乗かける3というふうに、この、というふうな形、素因数の積の形で表すことを、素因数分解。素因数に分解するっていう、素因数分解。
素因数分解、最初のタイトルとかだね。素因数分解という。ということです。素因数分解とはこのような意味です。では次の動画で実際どのように素因数分解をしていけばいいのかということについて見ていきましょう。